はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、頑張っていきたいと思いますけどね。はい、ね、よろしくお願いします。お願いします。いや、そろそろね、はい、やっぱね、一人でね、やっぱそう、世界とかやっぱ行きたいよね、やっぱ高橋ね。まあ、確かに一人旅してる人とかやっぱかっこいいですからね。かっこいいです。俺もでも結構一人でいろんなとこ行っちゃうんだよね。あ、どこ行くんすか。やっぱね、渋谷とかね、うん、新宿とか行っちゃうんだよ。旅じゃないですから。そう、お出かけですから。お出かけしちゃうんだよね、俺はね。一人で海外旅行行く人とかっこいいじゃないですか。かっこいいですよね。もうでもそういうことだったら、もう俺が教えて。どういうこと？そういうことだったら教えてくれるんですか。あ、俺が教えてあげるから、そういうことだったら、ね。あ、そんな海外とか詳しいんですか。当たり前だもん、誰だと思ってんだバカだよ、まあ、誰ですか。そんなそんな、もうちょい声張った方がいいんじゃないですか。斉藤さんなの。斉藤です。よろしく。秋元康じゃない。次のセンターはハゲてる。いや、違いますか。どういうことですか。いいです、とにかくですね。海外だったらどこ行った方がいいとかあります。やっぱそうだね、やっぱ中国かな、やっぱ中国。見た目でなんか判断してないですか。いや、そんなことないです。ちょっとメガネ外してもらっていいですか。うん、少林サッカー。いや、ほらほら出てないですか。鉄の頭の人いたでしょ、鉄の頭の。覚えてないですよ、もう少林サッカーのこと。本当ですか。本当ですかじゃないですよ。なんかいいと思ったんだけどね、中国ね。どこ行きたいの逆に。やっぱね、海外ってあそこですけど、USA ね。あ、ウサアメリカね。そのまま読まないで。あ、そうですか。斉藤さんはどこ行きたいとかあります。僕はやっぱりあの相手というかな、やっぱり伊豆じゃねえかよ、それ。伊豆海外じゃないからさ。だからね、何を書き分けたんですか今。いや、大丈夫かな、血出てないかなと思って一応大丈夫です。大丈夫です。アメリカがやっぱいいですよ。なるほどね。憧れますよ。アメリカ行きたいんだったらやっぱアメリカのこと知っとかなきゃダメだから。まあまあ確かにね、うん、じゃあアメリカクイズちょっと出してあげる、高橋ね。アメリカクイズいきますよ、はい、アメリカ横断クイズ、うん、ウルトラではないんだね、うん、第1問、うん、アメリカの今の大統領は。いや、それはトランプでしょ。ですが、あら、前の大統領は誰でしょう。あれ、正解はね、うん、早いな。今はトランプ、うん、元冬木。元冬木前の大統領、元冬木だったんですか。ごめんなさい、俺元って言うと冬木って言っちゃう、病気なんだよ。病気なんすか。急いで病院行きな。枕言葉なのよ、元。枕言葉、うん、冬木、季語が冬木っていう季語。冬木って季語なんですか。季語なのよ。いや、一年中ハゲてるからの人だから。そもクソもないでしょ。じゃあ第2問いかしてもらっていいですか、はい、じゃあアメリカのミュージカルを見たことありますか。いや、ないです。ブブー。なんでなんすか。アメリカのね、ミュージカル見といた方がいいか。いや、ライオンキングとかね、本場のなんかやつでしょ。本場いいですよ。はいはい。ハクーナマタータ、ハクーナハクナマタータ、ね、タ抜けたマタータ抜けたハゲータママだ。ハゲータママだじゃないですか、それ。ハクナマタータじゃなくて、これが本場のハゲータマタータ。ハゲータマタータ本場ってなんですか。日本でしか見れないからね、本当に。海外でも見れるでしょ、そんなの。これはララランドね。ダンスとかね、可愛かったから。あれ、こんなダンスありました。なんかガラランド、カツランド。カツランドってなんすか。誰が見んのよ、その映画。ごめんなさいね、見てない方ネタバレしちゃいましたけどね。そんなシーン一個も出てくってないからさ。そうです、やっぱ最後の問題ね。やっぱちょっと道を聞くっていうのは結構大事だから、アメリカとか行った。あ、行きたい場所に聞いてね、英語で喋んないといけないからね。ちょっと聞いてきてみて、聞いてきてみて。あ、わかりました。外国人オーバーリアクションが。Excuse me? あかん、すまへん、うち英語わかりません。関西人かい。ゴリゴリの日本人こんなリアクション外人しかしないからさ。そうですか。外人で日本人ね。日本人。Excuse me? あ、Where is 自由の女神？うち関西人です。関西人かい。だから今からケツネうどん食いに行きますね。ケツネうどん。え？関西人どこにでも出てくるじゃない。そうですよ。関西人。そうですよ。日本人がいいんですよ。なんか迷ってます。どうしました。あ、そうです。あ、日本人の方ですか。あ、そうです。ちょっとアメリカ住んでますんで、はい、あ、そうなんですか、はい、あのちょっと自由の女神に行きたいんですけど。あ、それでしたら、ここまっすぐ行っていただいて、はい、あそこの角の卓造です。自己紹介角の卓造なんですか。イエスイエスなんですか。英語で力強い海外旅行に行きたいってどうすりゃいいのよ。その前な、頭の離島なんとかしろばな。いや、もういいよ。どうもありがとうございました。